篠原都民の森通作業をスタートします。コールオールが始まっている感じです。通作業からニコル山の山頂を目指し、南の大原山を越え、ニコル大滝を通るコースです。少しあ、通行止め鳩山エリアは通行止めでした。入り組んでんだあっちこち崩落していて通行止めになってます。こっちしかねえな。ここは以前アスレチックがあった時の入り口です。アスレチックは撤去されてました。通車ゴールから30分ほどで早口峠に到着しました。あ、こっちか、峠だ。ここから少し急な登りになります。右だ。右だ。帰りは、あ、帰りはここ通んないな。あ、こっちからも行けんの。三原市内に到着しました。スカイツリーや新宿のビル群が見えます。ああ、雲が多いな。黄色い葉が増えてきました。通車ゴールから1時間半ほどでニコル山のトルホール展望台に到着しました。
すんだろ。ニコルさんのドルホルの山頂を通過します。中央ホルの山頂を通過します。駐車場から1時間45分ほどで山頂に到着しました。あ、富士山見える。富士山もよく見えます。大沢山方面へ下山します。ニコルさん山頂から15分ほどで大沢山に到着しました。大沢山だ。本当は富士山見て、八ヶ須沢の頭をニコル大滝方面へ降ります。これ左やな。川が近づいてきました。釣り橋が見えてきました。滝の橋から日本大滝を眺めます。最後のほこりのような見事な滝でした。山頂から1時間ほどで下山しました。お昼は美味しい八王子ラーメンのお店、ジョルジュンへ行きました。マラチャーシュー麺をいただきました。